おはようございます。宮田村に来ました。場所をですね、分かりやすく言うと伊那市と駒ヶ根市の間にある村です。僕実は初めて来ました。さあ、実はですね、この宮田村、田舎暮らしの本という雑誌の住みたい田舎ベストランキング2022で全国3位になったんです。すごいですよね。今回の道遊の新州は移住者の方と出会ってこの村の魅力を再発見したいと思います。こちらに来たのは移住のために。え、土地を探しに。移住ができますというふうに書いてあったので、じゃあ行ってみようかっていうことで来たのは初めてなんです。ここのやっぱり景色に惚れてグランピングやってみようと。そうです、はい。リンゴ畑、今ちょうど花が咲き誇る季節ですね。あ、作業している方いらっしゃいますね。こんにちは。あ、突然すいません。あの、長野朝日放送と申します。あの、ちょっとお話聞いてもいいですか？はい。宮田村が移住先として注目を集めてると聞いて、はい、移住した方を探してるんですけども、はい、ご存知の方いらっしゃいます？僕一応移住は移住ですけど。あ、そうなんですか？そうですね、17年前ぐらいですけど、大阪から農業したくてこっち来て、で宮田に移住して今17、8年かな。え、それでこんな広いリンゴ畑やってるんですか？まあ専業農家なんで。すごい、花が満開ですね。綺麗、ね、満開をちょっと過ぎたぐらい。あー、なるほど。どういう作業をしてるんですか？今はこう一つの長芽っていう花の塊の中にだいたいこう5つぐらい花が咲くんですよね。でこれを全部咲かせちゃうと養分が分散しちゃうので一つにするっていう作業です。あ、そうなんだ。子供の頃あの、うん、鉄火作業って言って、ね、実をこう取る作業はやったことあるんですけど、はい、花もやるんですね。あ、今の時期からやった方が一番いいです。まあ、自然に触れる仕事がしたかったので、まあ、農業がしたいなって思って、で農業をやるときに、まあ、自分の好きな食べ物を作りたいって思って、うんうん、でリンゴが好きだったので、で大阪から青森はちょっと遠すぎたので、やっぱ長野県かなと思って、でたまたま農協を通じて空いた畑があるっていう、この今の畑ですけど、その話があって、まあ、ここに決めたっていう感じです。こっちへ来てここで研修してる時に、まあ、たまたま縁があって、今の嫁とは知り合って、まあ、ここで畑を収納して始めると同時に結婚もしたっていう感じですね。あ、そうなんだ。じゃあ、はい、あの、もともと来た時は別に縁はなかった、まあ、縁もゆかりもない土地ですね。よく言うんですけど、コンパクトな村で、の村の中で衣食住に関わることを大体揃ってるの で病院も、ね、すぐ割と過密な地域に住んでれば近くにあるんで安心だし、まあ、全ての面においてちょうどいい村かなっていうふうに思います。宮田村も街中は結構交通量あるんですね。豆腐のお店かな。あ、ありましたよ、黄色い看板、宮田豆腐工房。結構人が集まってるんで何かいい情報あるかもしれませんね。行ってみますか。聞いてみましょう。すいません、あの、長野朝日放送と申しますけれども、今撮影で宮田村内をこうぐるぐる歩いて回ってまして。こんにちは、消毒します。あ、ありますよ、豆腐、絹と木綿、ここで作ってるんですかね。信州産大豆 100% 手作り豆腐、
あ、地元この中央アルプスの伏流水を使っている。こっちには豆腐を使ったお菓子かな。みんなこれオリジナルの商品ですね。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。新しいお店ですか、これは。あ、ここのお店自体は新しいんですけど、豆腐工房は25年前からあります。あ、そうなんですか。はい、4年前の秋にここに移転してきて、前のお店は向こうの方にあるんですけど、そこは今工場として残ってます。残ってないんですけど、売れすぎちゃって。そうですね豆腐をそのまま使った、玉ドーナツになります。豆腐だけではないんですけど、豆腐がそのまま入ったドーナツになってまして、しっとりしてます。早速いただきます。イエーイ、買ったぜ。うん、これ中がお豆腐だからですかね。すんごくもちもちしてます。食感がふわっもちっとした感じで、ちょっと押してみるとこだろうかな。もっちりしていて、あ、これは面白い食感。表面の部分だけサク、あと中はもっちりふわふわしていて美味しい。お知り合いで、はい、宮田村に移住した方っていらっしゃいますか？ちょっとごめんなさい、思い浮かばないですね。すいません。どちらからいらっしゃってるんですか？埼玉の戸田から来てます。戸田市から。はい。ああ、そうですか。観光ですか？こちらに来たのは移住のために。え、土地を探しに。これからじゃあまさに移住しようとされてるんですか？はい、そうです、はい。そうなんだまさにじゃあ探しに。そうですね、ここもそうだけど、伊那市と箕輪村、あと南箕輪村町っていうのを検討します。はい、ああ、稲谷で探して、まあ、環境の良さ、水であったり空気であったり、見て、漏れちゃった。犬が好きでこちらに。例えばお仕事とかどうされるんですか？お仕事はまだ決めてないけれども、長野のなんか林業だったりとか、なんか産業の何かができたらいいなっていうのはあります。パパ、本読み行きたい。こちらに引っ越すのどうですか？楽しみ。何が楽しみかな？わかんない滞在先はどちらになるんですか？滞在先は、今日はまだ決めてないんですよ。あ、そうなんだ。なので急いで決めようと思って、ちょっとここでドーナツ特売日だったんで、はい、寄ったところに今この取材に。なるほどすごい、まさに移住目的で来られてる方に僕らも出会えて、すごい。神社だ。すみません、長野朝日放送と申します。はいはい、童謡の信州という番組で、はい、童謡の信州という番組でロケしてるんですけど、宮田村がですね、移住先として注目されてるっていうのを聞いて、こう地元の方こう
どんな風に思われてるのかなっていうウェルカムですけどね、どんどん人口がね減っていくだけだもんで、ぜひ来ていただきたいところですけどね。大丸はどちらですか？ここですよ。ああそうですか、私もどうだろう、十何年東京の方へ行って帰ってきた身なんでね。U ターン U ターンつうか、まあそうですね、大学から行って、へでまあ地元でね今お仕事させてもらっとるんで、ぜひ移住していただいてね、人口が増えてもらわんとなかなか活気が出ないんでね。そうこんにちは。こんにちは。はこんにちは。はい人見知りだな。例えばお子さん育てるにあたって何かあるんですか？そういうなんかそのお金の面ですごい優遇がされるっつって、あと補助もね結構子供に関しては出てるみたいでね。ちょっとごめんなさい、これ孫だもんでね。あ、お孫さん。そうなのも分からんけど、そういうことらしいですよ。こうやって店あるじゃないですか、2階ってほとんど空いてるんですよね。でそこに若い人でも来てもらってこう住んでもらったり、お年寄りが来て住んでもらったりすりゃ、いつでも人がおってこういう子たちをこう見れるじゃないですか。そういう村になってきゃいいなっつって提言しとるんですけど、なかなかねそういう使い方。うちももうおじいさんおばあさんが住んどるんで、それがなくなりゃ空いちゃうんで、そういう風にしてきゃ面白いかなっていうね。もともと住んでる方もこう移住に関してウェルカムで、本当迎え入れようっていう感じがしますね。酒屋さん、これ中行ってみますか？あ、こんにちは。すいません、長野朝日放送と申しますけれども、今宮田村に移住した人を探してるんですけど、ご存知ですか？移住した人、はい。商工会に入ってる自動車屋さんはどっか東京だか地から来たんですけど、なんてお店か分かります？アルペンオート。商店街の方から少し標高の高いところに来ました。あ、こちらですね、アルペンオート。外観が新しいな。かわいい車もある。あ、かわいい車もありますよ。よいしょ。こんにちは。あ、すごい素敵。これはカートかな。こんにちは、長野朝日放送と申します。はい、すごい素敵なお店。自転車もある。はい、これは趣味でやってるだけなんですけど。なるほど、はい、ちょっと上の方に行くと宮田で自動車屋さん行った人が、はい、首都圏から来たよっていう話をしてて。そうですね、はいはい、どちらからいらっしゃったんですか？私は、千葉からです。あ、そうですか。はい、はい、いつ？2018年の8月からです。今年の8月で4年です。4年ですね、はい、もうすぐ4年。あ、そうですか。すごいカートもあって、まあ好きでやってるっていう感じでえ、ちょっと乗ってもいいですか？あ、どうぞどうぞ。これが店内にあるそうですね、置いとく場所がなかったもんですねお店の中に入れてあるんですけど。またどうしてこの稲谷にやってきたんでしょうか？ですね、何も計画せずに来たんです。え、本当は、都内でキッチンカーをやろうと思ってたんです。ただキッチンカーをやろうと思って、新宿の公園にたまたまキッチンカーが何台も来てたもんですから、そこに覗きに行ったら、宮田村の宮三号っていう車が来てまして、でそこを覗いたら移住ができますというふうに書いてあったので、じゃあ行ってみようかっていうことで来たのが初めてなんです。そんなきっかけすごいですね、はい、そんなきっかけです。じゃあそれ見てなかったら来てない？来てないです。すごい。だって最初に宮田村来てまずこう何が目に入りました？山が綺麗だったんです、うんうん、ちょうど4月の第1週で、雪があったもんですから、でそこで雪を見て移住したいなって思ったのが初めてなんです。あ、なるほど。私千葉に住んでたので、
レンタカーをお借りして1週間レンタカーの中に布団を敷いて、でこっちに1週間うろうろしてまた千葉に帰るっていうような生活をしてました。で、ここのお店を見つけて、でここでまあ田舎なので、キッチンカーはできないと思って、でキッチンカーをやめてここに、移住し、ここでお店をやろうと思ったのがきっかけです。お一人で来たんですか？そうです。おお、よし行こうって。はい、すごい私グランピングというのやってて。はい、じゃあ、 車の、はい、グランピングって書いてあるのも、はい、ご自身がやられてるんですか？あ、そうです。あ、はい、そうですか。あの宮田高原はぜひ見に行っていただくとすごい綺麗です。もう私も今日からこれからも行く予定でいるんですけども。あ、そうですか。すごい綺麗です。本当に今から行くんですか？行きます、本当に行きます。ちょっとついて行っても。ついて行っていいですか10キロぐらい上がるってことですよね。12キロですね。お、結構じゃあ上がりますね。上がりますね。1000メートル上がります。1000メートル、はい。おお。私は本当は海が好きだったんですけど、山に来るのは思いませんでしたね海ない県ですからね、長野。中央アルプスが近い。3、40分ぐらい車、山道上がってきましたね。そうですね。うわ、すっごい。中央アルプスが近い。あそこ、このまっすぐ上ですけど、あれがホテルだったかな。で、夕方になるとホテルの電気がつくもんですから、そこがよく見えますね。ここが標高どのくらいですか？1700ぐらいですかね。1700メートル。いやー、だってこっちに中央アルプスが、こっちに中央アルプスですね、見えて、こっちには南アルプス。うわ、全部はっきり見えてますね今日は。結構だから標高差が結構ある村なんですね。そうですね。ここのやっぱ景色に惚れてグランピングやってみようと。そうです、はい、そことそこですね。あ、その四角い区画ですか？はい、ここにテントを建てちゃうと。はい、朝は鳥の鳴き声で起きるような感じぐらい、うるさいぐらいすごいですね。塩さんに出会わなければここには来なかったです。いや、突然だったので地はすごい。こっちは中央アルプスを背にして稲谷を見下ろすことができます。稲谷一望だよ、すごい。うわぁ、贅沢な景色だこれ。朝5時ぐらいに起きると全部雲にかかってて、もう本当綺麗な雲海になってますね。ああ、そうですか。まあ移住で私も来ましたけど、誰も知り合いはいなかったんですけど、それでも皆さんによく知っていただいて、これだけいい自然があって、皆さんに知っていただいて、宮田高原自体をもうこの周りの方たちだけじゃなくて、まあ、全国で皆さんに知っていただきたいなと思う、私なんか思ってますね本当に。宮田村の紹介カットとしては最高です、はい、あれ、こちらの温泉に住んでるわけですか？はい、今は住んでないです。あ、そうですか。1ヶ月間ぐらい私ここに住んでたんですけど、お風呂もここにはないので、朝駒行さんというお風呂屋さんに行って、
サウナ仲間ができて、それが15、6人ですかね、名前も知らない、どこに住んでるかも知らない方たちとお話するようになって、焼肉屋さん行ったり飲みに行くようになったり、連絡先も今でも知らないんですけども、サウナで会って、お互いがお互い名前を知らないんです。なんですけど、連絡先も知らないのにサウナに行くとその方たちがいるので、じゃあいついつ焼肉食べに行こうとかっていうお付き合いなんです。面白い。でそこで初めて宮田高原っていうのを話が出て、あの宮田高原つまらないから行っても仕方ないよって言われたんですけど、私も暇だったのでじゃあ行ってみようかなと思って、で宮田高原に行ったら皆さんが言うものとは違っててすごい綺麗だったんですね。でそれで、宮田高原に行って、サウナ仲間に熱弁をしたんですけど理解してもらえなくて、でしょうがなくて、でも皆さんに知ってもらいたくて、で役場の、方にお話したら、貸してくれるよという話になって、じゃあ、興味があったグランピングをやりたいと思ってキャンプ場を借りしたっていう形ですね。